かスケジュール通りには進んでます。そうですね、確かに大変ですけど楽しいですよ。はい、ありがとうございます。二人ともお帰り。で、ダイヤちゃんの具合はどうなの？そのことはできれば聞かないでほしいです。じゃあ聞いちゃおう。よし、みんな席につけ、授業を始めるぞ。皆さんにダイエット頑張ってくださいとお伝えください。くれぐれもやりすぎて体調を崩さないよう注意してあげてください。それと何か私にできることがあればいつでも言ってくださいね。それは確かに困りましたね。無理なダイエットで体調を崩すなんて私も立場上見過ごせません。養護教諭としましてはそういう状態ならダイエット自体を中止してほしいのですけど、コンテストのことがありますもんね。ですからやめるわけにはいかないのですよ。わかりました。ちょっと待ってください。あれはどこにあったかしら。ああ、ありました、ありました。はい、どうぞ。はい、これを一人一粒ずつ飲んでもらってください。これを飲めばあっという間に痩せられますよ。そう皆さんにお伝えください。もちろんです、副作用もありませんから安心してください。一般の方は知らないでしょうね。最近認可されたばかりの新薬ですから。薬の成分など難しい話はなしにしましょう。長くなりますからね。とにかくこれを飲めば必ず痩せられるとだけ伝えてください。ではよろしくお願いしますね。
ほんまか？そりゃすごいわ。ありがとうな。さすが保健の先生ですね。認可されたばかりの新薬を持ってらっしゃるなんて。やったわ。これでようやく痩せられるのね。そらそうや。でもまあ別にええんちゃう。そうそう、今までのダイエットが無駄だったわけじゃないわよ。あと少しの間油断しないで頑張らないとね。そうですね、明日には痩せて学園祭当日にリバウンドなんて悲しいですから。へー、そうなんか。これでもなんもせんでええんとちゃうんか。それはどうでしょう。私は念のため続けた方がいいと思いますけど。まあまあ、みんな自由にすればいいんじゃない。もちろん私も続けるけどね。そうなんや。だからとヒイラギが続けるならうちも頑張ってみようか。はい、頑張ります。いいものを持ってきてくれてありがとう。これでミスコンはバッチリや。それでも遅い。ミスコンは一番最初のイベントなんだから時間がないのよ。では揃ったようなのでコンテストの段取りを説明しますね。コンテストは学園祭の開会と同時に行われます。皆さん遅れないように集まってください。ではまずはじめに、という具合に進行します。所要時間は約90分の予定です。開演前の最終チェックと参加者の方の誘導をお願いします。手順はこのプリントの通りです。それが終わったらあとはゆっくりしていただいて構いませんよ。以上で説明はおしまいです。何かご質問はありますか？それよそれ、やっと聞いてくれたわね。おかげさまでもうバッチリなのよ。こんなに理想通りに痩せられるなんて初めてじゃないかしら。私も目標のサイズに届いたんですよ。これもおかげです。本当にありがとうございました。うちからも礼言わしてもらうで。ありがとうな。当たり前や。生徒が成功して教師が失敗じゃ示しがつかへんやろ。なんて、実はかなりサイズの厳しいドレス作っとったさかい、正直ガクブルやってんけどな。まあおかげさまでぴったり入ったわ。先生のはサイズ厳しいですよね。ふたりしてて。まあな、
それじゃ言うたらあかんで。内緒や内緒。まあそんなわけで3人とも晴れてミスコン出場ってわけや。みんなめっちゃ豪華なドレス用意しとるからな。楽しみにしときや。いえ、そんな大したものではありませんよ。結局中身は私なわけですし、あまり期待しないでくださいね。何言ってんの、ゆきが一番見栄えするに決まってるじゃない。いえいえ、そんなことは。かがみさんこそ素敵なドレスになってるじゃないですか。あれはその、司がどうしてもって言うから仕方なく。はい、ストップストップ。あんま喋ったらあかんて。あとは見てのお楽しみや。んじゃとりあえず一旦解散しようか。自分ら他にも準備があるんやろ。そうですね、もう行かないと。じゃあみんなまた後でね。いよいよ始まるね。なんだか緊張するね。なんで司が緊張するのさ、出るわけじゃないのに。だってお姉ちゃんが出るんだもん。大丈夫かな、失敗しないかなって思うと緊張しちゃうよ。まあ確かに鏡の出番は要チェックだね。みゆきさんはきっと期待通りなんだろうな。ベストポジションを求めてさまようって言ってたから、どっかでカメラ構えてるはずだよ。な、何をする。私は怪しいものじゃない。なんでだ、まだ何もしてないのに。皆様お待たせいたしました。ただいまよりミス両方コンテストを開催いたします。始まったよ。しょうがない、鏡の勇姿は携帯で撮ろった。では早速登場していただきましょう。エントリーナンバー1番、3年 A 組。あ、A 組の子だ。私知ってるよ。かわいい。続いてエントリーナンバー9番、丹田 B 組、宝みゆきさん。アピールしないと。違うんです、その特別
露出を狙ったわけではなくて、そこそこフォーマルなドレスというのはこういうものなんですよ。まあ知ってるけどね、一応私も女だし。知ってらっしゃるなら。なんでみゆきさん、後ろもちゃんと見せて。この子、大胆に開いてるんでしょ。ほら、早く。ケチケチしないでよ。減るもんでもないのに。そういう君はどうなのさ、みゆきさんの背中見たくないの。それでは発表します。今年のミス両王学園はエントリーナンバー9番宝美幸さん。していただけました。そうですね、自分で準備したことなので間違えたりはしませんでしたが、はい、まさか自分がやることになるなんて思ってもみませんでした。これも親身になってダイエットを応援してくれたおかげです。そんなことないですよ、私本当に不安だったんです。何度もくじけそうになりました。でも頑張れたんです。本当にありがとうございます。みゆきちゃんとなんだかいい雰囲気、声かけづらいね。惜しいな。ここで君がタキシードとかだったらダンスイベント発生なのにな。
俺と踊ってもらえませんか？とか言ってね。これイベント？司にはわからない話だよ。でも二人ともいつまで愛してるんだろう。見てるこっちが恥ずかしいよ。まあまあいいところなんだからもうちょっと待ってあげようよ。といってももうこれ以上進展はしないと思うけどね。そうなの？残念だな。あれのことですね。そうですか、聞いたんですか。それは良かったですね。よろしければ説明いたしましょうか。そんなことないですよ。あれはただのビタミン剤ですから。ですからビタミン剤です。いいえ、ダイエット効果のないただのビタミン剤です。ああ、私そんなこと言いましたか。ごめんなさいね。それは嘘です。それは本当だったでしょ？実際に痩せられたんですよね。プラシーボ効果ってご存知ですか？プラシーボ効果は偽薬効果とも言います。つまり薬のように見えて実際は薬としての成分も入っていない偽物の薬ですね。そんな偽薬を処方したのに患者さんが薬だと信じ込むことによって症状が改善されることを言うんです。言えるかもしれません。あら、プラシーボ効果をバカにしてはいけませんよ。頭痛や不眠など心因性の症状だけでなく客観的に測定可能な状態も改善できることもあるんですよ。確かに体重や体型の問題ははっきり数字に現れるので難しいとは思いましたが、女性にとって体重、体型の問題は切実ですからね。悲観的になればなるほど暗示という意味では逆効果ですし、健康にもよくありません。それに黒井先生や柊木さん、宝さんはもともとダイエットが必要な体ではありませんから、とほんの少しだけ気になっていたのだと思います。
それくらいのダイエットでしたら、プラシーボ効果で十分に改善できる。そう考えたんです。そうですね。男の子にはわからないかもしれません。でも、それでいいんですよ。ああ、そうそう。今の話、3人には内緒にしておいてくださいね。そうですよ。彼女ができたら気を使ってあげてくださいね。羽目を外して怪我をしたり、体調を崩す生徒が毎年必ずいるんですよ。いえいえ、仕事ですから。あら、ありがとうございます。でも遠慮しておきます。と、ここに戻ってこれないと思いますから。何をブツブツ言ってるの。転校初日から遅れるつもり？なんか辛いことあったの？ちゃんとカレンダーを見てみたら？水で顔を洗ったらスッキリするわよ。困ったことがあるなら母さん相談に乗るから、ね、そんなこと言ってる場合じゃないの。条約第436項補足、未交渉惑星への来訪に際し、その文明に著しい損壊を与える場合は、これに含まず。やば、もう間に合わない。加減になさい。早くしないと遅刻するわよ。一度も言ったことがないくせに何を言ってるのよ。ほら、そろそろ出なさい。次回予告。どうして、なぜ、謎の転校生は一つ年下だった。学園に巻き起こる友情の嵐。次回、宇宙戦艦ではなく未確認物体、乞うご期待。
彼は気づきかけてるわ。流れの中、その歪み、そしてその違和感に。分かっているわ。知らない方がいいもの。でも、それがベストじゃないわ。さあ、もうすぐよ。わずかな時間の中に。そう、すべてが終わり、始まるわ。かけなくかけな、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。今日もいいことがありますように。